皆さん、こんにちは。アクセステレビにようこそ。私の名前はミシェル・エドハウスです。今日、皆さんにお尋ねしたいことは、あなたはいつもやっているやり方で物事を行っていますか？私が気づいたのは、何かしようとしたとき、またしようとしたときに、いつもやるやり方で物を動かしたり、こう手を使ったり、いつもと同じやり方でやっているんです。そのコラムに行ったり、いつもそのようにやっているんです。私がそうしているのは、ただそれをいつもそうやるからということで、これはコンシャスのスペースでしているのか、それか他に何が可能かというスペースからやっているのか、私は他に何が可能かというところから遠ざかってプログラムに沿ってやってしまっていることが多いんです。一つの問いかけでたくさんの答えがあることがあるんです。なので答えはたった一つだけではないんです。一つの答えを言うことは、こう扉を開けて、その一つの扉だけ開けて、その廊下、長い廊下が続いていく。でも、ドアがいっぱいあるとしたら、で、あなたがトンネルを、中を何時間も何時間もかけて、終わりが見えないトンネルを長く歩いていると、その先に他に何が可能かということが見えないで、なので問いかけをしてください。他に何が可能ですか？で、これは一つのやり方。間違っていることでは、やり方ではなくても、他にもたくさんの可能性や、その10秒間の間に、私が何をするかとこう模索しているときに、それがあなたがそれをいつもしているから、それをしているのか、問いかけをしてください。10秒ごとに、他に何が可能ですか？どうやったらもっと良くなりますか？という質問をしていけば、他の可能性を見ることができ、世界にどんな可能性があるか見ることができる。もしあなたが何かをしているときに、他に何が可能かと問いかけたら、選択を入れたらいいんじゃないかというアウェアネスが来たりします。もしあなたが一つのことに、こう、没頭してしまっていて、何も見えない時に、他に何が可能と問いかけたら、違う可能性が急に見えてくるです。他にどんな全く違った可能性が見えてくるでしょう。あなたが他に何かを知ることから妨げる、もうこれだと決めてしまっていることはありませんか？全く違ったアウェアネスが現れること、もし計算機を使うよりもスプレッドシートを使っているとか、もしあなたが他に誰か人を雇ってそれをする間に、あなたが何かを作り出して生み出してことができるなど、他の人が誰かがスプレッドシートにただナンバーを入力、数字を入力している間に、あなたがもし問いかけを10秒ごとにすることができたら、他に何が可能で、あなたがすべてをただそのやり方でやるという理由だけでやって
やらなければ他に何を作ることができますか？あなたが人生にたくさんの選択があるというところから機能していったら、どれだけあなたはもっとクリエイティブで生み出し、想像することができますか？ 10 秒ごとに選択するところから機能していったら他に何が可能ですか？あなたに現れた、このツールを使うことによって現れたツールやアウェアネスが あればコメントに書いてください。私のが毎日送る問いかけの E メールに登録していただけます。アクセス UTV ハッシュタグクエスチョン。毎日問いかけを E メールでお送りして、そして E メールにビデオのブログもお送りしています。あなたがツールを使ったら、コンシャスネスのツールを使ったら他に何が可能でしょうか？異なったコンシャスネスの現実を作ることができますか？ではまた明日。さようなら。